はい、えー、チューリップリンセスです。えっと、今日の、えー、2食目美食女ご飯、ワンパン、ロコモコ、チャレンジしてみました。なんかね、ワンパン、ワンパンってなんか一つのフライパンってことなんだけど、ワンパンで、あのー、ロコモコ風が作れるっていうので、あなんとなく作ってみました。 大地のバラ凍結のひき肉と玉ねぎをオリーブオイルで炒め合わせてそこにね私はオレガノとかバジルとか塩コショウ、シナモンも入れたかな入れてで、それであの、ケチャップとねウスターソースでやるみたいなんですけどもウスターソースなかったからケチャップとお醤油ちょっとと。 とんかつ、ソース、無添加の。それでやっちゃったんですけども。で、それで、あのー、もんだ焼きみたいに、と手にして、この中にね、あのー、目玉焼き、卵をポンと落として、あの、蓋をしたらね、あ、もうこんな風になるんですね。なるほど、なるほどってね、別のフライパンでやらなくていいんだって思って。で、じゃーん。<laughs> 急に美味しそう。 これ、アボカドなんですけど、アボカドをね、添えて、無添加の福神漬けも添えて、ま、ちょっとガパオライスっぽくも見えるんですけれども、ま、味付けはケチャップベースなので、あの、まあ、あの、結局丸めないハンバーグみたいな感じで、あの、もう食べたらなんかロコモコ食べてるみたいな感じ。まあ、まあ、全く一緒ではないかもしれないけど、あの、そんな感じでね、パンパン、 ロコモコモにチャレンジししてみましたいかがでしょうか、ね、結構ね、美味しかった。なんかヘルシーな感じで、なんかガパオライスっぽい感じもあるけど、なんかガパオライスとロコモコの中間みたいな感じで、いろいろね、アレンジも効かせられそうな感じだしね、美味しかったですよ。結構まあ簡単に作れるので、あの、よかったらね、あのー、 作ってみても楽しいかなと思ってでこれがね山田錦っていうところのえっとね山田錦サブレ山田錦ガレットとかで出てくるけど山田錦って何かいうところのあのー、グルテンフリーのなんかクッキーみたいな感じでこれはターメリック味なのであんまりねあのー 甘くない感じです。あんまり甘くない、えっ、ー、と、ターメリック味、カレー味っぽい感じの、あの、サブレ。これもね、ちょっとだけ、いただきました。こんな感じですね。はい。えっと、で、これ一個前にね、私、さっき撮ったんですけれども、えっと、今日のね、朝ごはんと、えっと、 バナナケーキもね、グルテンフリーの、また作ったので、それも載せてるので、見てください。ねちょっと時間が余っちゃったな。どうしよう。そう、今日はね、あの、王子がお休みなのでね、あの、今王子が隣で、あの、カンドラ見てるのでね、あの、今話題の、なんだろう。 あの日本でもやってるスカイキャッスルっていうのなんだけどそれがもともと韓国、あのー、バージョンがねあのー、あ <laughs> これ私の朝ごはんとかですねこれ1個前でいろいろ説明してるので見てくださいそう韓国バージョンが本来みたいでそれがネットフリックスであるので私が最近あの結構見てたんですねでそしたら王子も見始めてあのー 今なんか一生懸命なんか見てるので、で、私はまあご飯作りながら、まあもうあの、ちらちらとか見たりしているような感じでした。で、まあ時々一緒に見たり、あのご飯作りながら横目で見たりっていう感じで今日は過ごしています。まあね、共通の話題があるとね、面白いっていう感じなのでね。それではみんな、ショートもいっぱい見てくれてありがとう。 それではまたチューリップリンセスでした。バイバーイ。